夢、ひら、豊中あんこ。この番組はスポーツや文化活動などで目標に向かって頑張っている子どもたちを僕、まちかねくんが紹介する番組だわに。今回紹介する豊中っ子は6年前の平成23年10月に豊中市広報番組カタライプラザで紹介した荻野太夫さんとひまりさん兄弟だよ。太夫さんとひまりさんは父親がゴルフの指導者をしているのがきっかけで4歳からゴルフを始めたんだ。前回の放送当時は太夫さんが北緑ヶ丘小学校の4年生でひまりさんは1年生、兄弟でゴルフの腕前を競い合っていたわに。そして成長した姿がこちら。現在兄の太夫さんは近畿大学附属高校の1年生、妹のひまりさんは第14中学校の1年生で2人ともゴルフを続けているわに。6年前に比べて成長したことは、技術面はもちろんなんですけど、大人の試合で大人の方と回らせていただく機会が増えて、人間、礼儀とかそういうのも学べたりして、人間的にも成長できたかなと思っています。ゴルフをやめたいと思ったことはあった？挫折したことはあったりもしたんですけど、それでもやっぱりゴルフが好きなのでやめたいと思ったことは一度もないです。小学校3年生の時にちょっと一回病気になって、その病気の症状がなんか体力が落ちたり筋肉がなくなったりして、これから続けられへんのちゃうかなと思って、ちょっとやめようかなって考えたことあります。やっぱり病気になってからすごいゴルフするのが前よりも楽しくなりました。3歳年上の兄の背中を追いかけてゴルフを続けてきたひまりさん。病気を乗り越え、昨年行われた全国大会スタジオアリスジュニアカップや関西小学生ゴルフ選手権競技で優勝するなど輝かしい成績を収めているわに。また第14中学校では陸上部の練習にも参加して体幹を鍛え、大阪府中学校ゴルフ選手権秋季大会では1年生ながら第2位に輝いたんだ。一方、兄の太夫さんも小学生の頃からさまざまな大会で優勝するなど注目を集め、中学2年生の時にはフランスで行われたエビアンチャンピオンシップジュニアカップや世界ジュニアゴルフ選手権に日本代表として出場したわに。また高校に進学すると、今年10月に行われた大阪府高等学校ゴルフ選手権秋季大会では第2位に輝いたんだ。2人はどんなゴルフをするのかな？そうですね、僕はアイアンショットが得意なので、セカンドでアイアンショットでピンに他の選手より近く寄せれる自信があるので、自分のいいところを武器にバーディーを取っていくというスタイルでやっています。そうですね、私は試合の時とかはあんまりなんかスコアのこととかあんまり考えずに回ってます。練習で心がけていることは、試合になると軸がずれてしまったりするので、普段から軸を意識して体幹を使う感じでことを意識しています。同じゴルフを続けているひまりさんはどんな存在？そうですね、妹とは性格がほとんど逆なので、僕がちょっと神経、ゴルフの部分だと神経質になったりして、妹は大雑把ではないんですけど、まあいい感じに適当みたいな、そこを逆に見習ったりとかしたりして、自分にプラスに変えたりしてます。同じゴルフを続けている太夫さんはどんな存在？
そうですね、まあ、抜かしたい存在でもあります。将来の目標は？松山英樹選手みたいな、日本人ながら世界でも通用できるようなプロゴルファーになりたいと思っています。世界のトッププロゴルファーになることです。夢はもちろん2人揃ってプロゴルファー。兄弟切磋琢磨して技術や体力の向上に励んで世界の舞台で活躍してください。